この間矢部先生と2人でこの内容は喋ったんですけど、まあせっかくなんで高田先生の見解も聞きたいかなと思うので。そうですね、ありがとうございます。まあ理系だったんだよね、もともと。そうなんです、はい、高校入試で、まあ、その時いやもう理系でしょこの世の中みたいな、武田塾チャンネル。いや来ました京都校。はい、はい、京都です。ね、やっぱその全国悩んでる方いっぱいいると思うんで、はい、どうやって勉強したらいいのかなって悩んでる生徒が多いです。はい、なので、はい、そんな人たちのですね、悩みをぜひいろいろ答えていきたいと思って、はい、せっかくなんでね、今回は関西編ということで、はい、まあでもやることはどこでも変わらないので参考書は同じです。はい、そんな悩みを解決するこの番組は受験相談 SOS。 高田先生、はい、今回の質問ですか。今回の質問は、分点や利点ってリスク大きいですか。なるほど、届いてます。まあ、これもよく来るね、うん、はい、これは矢部先生と2人でこの内容は喋ったんですけど、はいはいはい、まあ、せっかくなんで高田先生の見解も聞きたいかなと思って。そうですね、ありがとうございます。はい、っていうのも、まあ、理系だったんだよね、もともと。そうなんです、はい、高校入試で、まあ、その時いやもう理系でしょこの世の中みたいな感じで思って、高校の理系コースに入りました、はい、うんうん、でただ高校入っていろいろ理科とか数学の勉強をしていると、ちょっとやっぱり自分はあれですね、こう文系の方が向いてるなと。なるほど。結構政治とか経済とかに興味があるなと、っていうふうに気づきまして、ちょっとやりたいことが違うと。なるほど。進路変更しようというふうに思って分点しました、はいはい、実際なんかまあ、理系から分転したことによって生じた問題は何かありましたか。はい、学校ですね。まず学校、はい、うん、まあ、それはそうだね、まあ、関係のない授業ってあまりにも多かったです、数学3とか、物理、化学、生物全部受けたんで、かなりやっぱりそこは大変でしたね、はい、にもかかわらず入試に使ったの近くだった。そうなんです結局物理、化学、生物全部やったんですけど、あ、これはちょっときついなと思いまして、はい、まあ、地学をやりましたね、最終的には。はい、あと何ですかね、個人の実力的には実際分転して良かった感じですか。良かったですね、文系か理系か、まあ、どっちが受かりやすいかっていうと、やっぱり武田塾の各教科の勉強時間、やる参考書の量を比較しても絶対文系の方が同じ大学だと受かりやすいと思うんですよね、なので、そういう意味では結構楽に受験はできたかなとは思います。ぶっちゃけなところ、理系の場合行ってたら京都大学受かったって思います。いや、まず受かんないですねちょっとやる量が全然違うんで、もう1年かかったかな、もう2年かかったかなって感じです。はい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 、あと、まあ変えられないんじゃないかなって思ってる人多いですよね、自分本当は文系なのに本当は理系に行きたいのに、でも学校でこのコースを選んでしまったから変えられない、どうしよう、このまま人生決まっちゃうんじゃないのかなっていうふうに不安に思ってしまう人がいるかと思うんですけど、まあ、武田塾は独学で、授業を受けてなくても勉強実際できるよと、なので可能性自体は全然高校でこっち行っちゃったからっていうふうに決まってるわけではなくて、自分の努力次第で、進路は全然変更できますし、修正できます、なのでまあ、ちょっと文系理系って結構人生の決断でもあるかなとは思うんですけど、一、回決めてしまったことでも自分の努力次第で修正できると思うんで、そこは諦めないでほしいなと思います。ね、はい、まあね、やっぱ、基本理系の方が全体的な学習量は多いかなとは思いますね、まあ、もちろん向き不向きとか行きたい学部がどうかっていうのもあると思うんですけど、文点利点に関してはリスクがないことはないんですよ。まあもちろんね、絶対何のリスクもない、ノーリスク問題ない、変えちゃっていいよっていうのは言えないですね、何らかの多分リスクはある。例えば今までやった教科が無駄になる、もしくはさっき高瀬先生言ったように学校で理系コースが行っちゃってるようだったら、そこから分点すると、まあ、学校の授業が結構大半その無駄になってしまう、入試には使えなくなってしまうことになっちゃうんで、そういうリスクもあるよ。だから、まあ、リスクと、まあね、自分の思いといろいろね、天秤にかけて最終的に自分がやりたいようにやってもらえればと思いますので、はい、はい、ぜひ参考にしてみてください。今回は以上です。中森先生、はい、あれこの背景は何ですか。ちょっとね、新企画 の、 あの、はい、背景としてですね、新しく、はい、あの設定したやつなんですけど、新企画武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法っていう、はい、シリーズ。そんなシリーズができちゃったんですか。そう、今、はい、絶賛こう動画増えてる最中なんで、はい、ぜひね、あの、はい、直前期だったりもしくは
いろんな大学でどういう勉強すればいいのかなっていう知りたいね受験生にも、こっから受験する非受験生にもおすすめな動画となっているのでぜひ見てほしいですね。なるほど、おすすめですね、はい、これはね、はい、まあ、プラスね、参考書ごとの一冊ずつの情報とかね、勉強について文字で、見れる逆転合格 .com というサイトがあります、それはこちらですね、最強のサイトですね、はい、さらにですね、竹田塾チャンネル今までのこの動画ですねいろいろ見れるように、チャンネル登録、募集しております、それがこちら、本当登録してください、はい、お願いします。で最後で今いろんなね質問とか皆さんから来てるのは実はそのコメントの方でね来ていただいた質問を返しておりますので、はい、コメントここから、できますのでですね、はい、ぜひこちらから、コメントもしてみてください。